1539年にマルコス・デ・ニーサによって残されたとされる記述。現在のアリゾナ州フェニックスのサウス・マウンテン・パークにあるマルコス・デ・ニーサ修道士はフランシスコ海修道士で当時サボヤ家の統治下にあった現在のフランスのニースで生まれる。彼の嘘により、ヌエバ・エスパーニャ副王アントニオ・デ・メンドーサが現在のアメリカ合衆国南西部への探検隊を送った。 1528年、パンフィロでナルバイス率いる遠征隊がフロリダの海岸で難破し、4人の生存者が8年かけてシナロア州クリア間へたどり着いた。その中に難破を表した壁サでバカとムーア人のエステバニコもいた。マルコスは1531年にアメリカに渡り、ペルー、グアテマラ、メキシコで熱心な布教活動をした後、 そのラシュ北方の国の探検隊に選ばれた。その北方の国には、壁サで馬鹿の見聞の物語で、莫大な財産が描かれていた。マルコス修道士は、壁サで馬鹿の仲間であったエステーバにこの案内で1539年3月に、クリア館を立ち、アリゾナ州南東部を横切り、伝説のシボラの七都市に入り込み、そして9月にクリア館に帰還した。 彼はシボラを遠くから見ただけで、シュボラがメキシコシティと同じ程度の大きさであるとの彼の記述は、おそらくは正確なものだっただろう。しかし彼は、見聞きした物語を、見聞録でスクブリメントでエラスシエテ・シューダーディズに盛り込みすぎた。この見聞録によって、翌年フランシスコ・バスケス・デコロなどは、ズニプ・エブロへの、よく知られた探検隊を率い、 マルコス修道士がこのガイドを務めた。現実は大きな落胆を示した。マルコス修道士はズニエの二度目の探検の前にフランシスコ会のメキシコ管区長に任命され、1541年に首都に恥ずかしくも戻ってきて、1558年に死んだ。ディーズ・ナッツ・アン・ハス・ムガハ。ありがとうございます。